こんにちは、まさに6494です。今回はですね、薬剤師国家試験攻略メソッドの新小アかりの影響についてお話ししていきたいかなと思います。新薬学教育モデル小アかりキュラム。略して新小アかりみたいですね。はい。ではいってみましょう。でですね、薬剤師国家試験への影響についてですが、 ざっくり言うと、代表的な8疾患が105回以降、薬剤師国家試験から多く出題されると予想されているということですね。実習とかで、この8疾患は確実に抑えるようにっていうのが、えー、まあ命題というか、指図というか、されているみたいですね。なので、 確実に105回の薬剤師国家試験でこの蜂疾患、まあ、どういった問題にで出されるかは分かりませんが確実に出ると私は思ってます。はい例えば、えー、治療の問題でこの八疾患がドーンって出るというよりかは9科目あってそれぞれ の箇所からまあどういった感じか分かりませんがまあ出ると思います治療で8疾患一気にはちょっと考えづらいなというのが個人的な意見ですでですねまず代表的な8疾患とは何かというとまずがんが1つ高血圧症糖尿病心疾患脳血管障害 精神,疾患精神神経疾患、免疫アレルギー疾患、感染症ですね。この8疾患が代表的な8疾患ということで出題される可能性が高い疾患になります。まあこう見てみると、まあ、105回以前104回から以前の問題でいうと、まあ、全然がんも 出てるし糖尿病出てる高血圧出てる心疾患脳血管障害まあほとんど出てる疾患かなっていう印象なのでまあそこまで変わんないじゃんっていうのがまあ思うところなんですがまあ思うとこの8疾患出るよっていうのでまあみんなこの8疾患これから勉強すると思うんです。ここれからこの8疾患 間勉強するということで確実に落とすわけにはいけない範囲であると確実に得点できるようにしようというのが今回の動画の目的趣旨になりますなので、まあ、確実にこれから70%が合格の線引きのライン だと思うのでここの疾患は全員取れるよねっていうくらいの判断で出されるので多分ここを落とすと結構厳しい状況になると思います点数がちょっと取れなくなるっていうところだと思います、うん、だからここは最低限抑えようっていうところですね ということでですね、今回は薬剤師国家試験攻略メソッドの進行明かりの影響についてお話ししていきましょう。では。